と1分間やってくれって、まさかの。これどのぐらいでやっていいの？はい。はい、今日ね、はい、俺んとこに DM 来て、はいはいはい、ブレイキングダウンに出てる樋口さん、あーもう有名です。めちゃくちゃ有名なんだ。有名ですが、ブレイキングダウンに出たけど批判されて、はいはいはい、俺と1分間やってくれって。まさかの。俺も1分間だけやってみようかなと思うんだけど、はい、ブレイキングダウンルールでボクシングルールで、ボクシングルール。ネット上だと塩試合をしたって言われて打撃なかった。でもいいんじゃないの、勝つための塩試合やったんでしょ。まあ、勝ちに関してはいいけど、まあ、次から呼ばれなくなるだけでしょ。それ格闘家と致命的ですよ。しょうがないじゃん、ボクシングでもさ。そうです ね、つまんない試合したらさ、人気がなくなる。それと一緒だから、はい、結局どうやって自分をアピールするかだよね。勝つだけじゃダメでしょ、やっぱりね。ブレイキングダウンは1分間の攻撃スタイルプラス煽りパフォーマンスじゃないですか。はい、ダメだからね。それよりあれだよね、はい、負けちゃったね。完全一戦いっぱいいっぱいだったね。もうすぐ分かりました。所沢の対応ショックだよ。どうしたんですか。いや、どんぐらい強いのかなと思ったら、はい、ちょっとね、タイソンを呼んでちょっと鍛えたいね。あ、逆に俺見に来たら来てほしいね。DM をお待ちしてます。はい、ということで、樋口君、はい、待ちましょう。分かりました、待ちします。こんにちは。じゃあ、お願いします。風が来てくれ。ありがとう。こういうものに弱い。お願いします。今何歳？今35。はい、僕と同じです。え、マジか。1988です。あ、そうですよ。どこまで？東京の東久留米。ああ、東久留米か。で、今職業は？レキズラのおかげで、うん、今 YouTube とあのスポンサーで。マジで感じます。それまでは？クラブセキュリティ。ああ、有名です。何て言うの？セキュリティ有名です。あ、そうなの。僕の前目にしてました。あ、ほんとマジで強めに。え、元はなんか運動なんかやったの？一番最初僕ボクシングが入ってるんですよ。3年だったんですよ。あ、3年もやったんだ。だから練習ついていけなくて、スイッチとか最終的にちょっと大会してそっから MMA に行って、うん、なんか噂じゃあ陸君に一生してるらしい。あ、そうですね。ただその当時って、うんうん、朝倉さんがあの正面から出てきたばっかだったんですよ。あ、そうなんだ。はい、うん、で、その後やられて。そうですね、その2年後ぐらいにやられて、うん、そので、今日は何なんだっけ。今日はあのちょっと竹原さんにちょっとボクシング。強そうだね。仕事もないですね。で、じゃあ俺と軽く1分間やって、その後中国でやって、あ、僕がですね。で、いろいろ、まあ、はい、ちょっとアドバイスできればアドバイス。どこで練習してるの？豪海っていうちっちゃい町道場があるんですけど、そこで何年も練習してる感じですかね。でもさっき言ったブレーキが結構長いんだってね。ちょうど10月で1年ぐらい。あ、まあ、まだ一応、あ、そうか、ブレーキの機会がもう2、3年だもんね。そうですね。この間さ、大阪と北関東、はい、すごかったね、あの折り合いね。鮮度もすごいですよ。気持ちは伝わるよね。怖いから、大振りで。お客さんが見たがるっていうのはやっぱああいう試合なんですね。そうだよね。天童もあんぐらいね、すごいフルスイングでずっと打てるってことは、もうちょっと技術を覚えればもっと強くなるんです。まあ、アップして、はい、行くんだよ、本当。俺が1ラウンドやって、多分もう不甲斐ない戦いをするから、その後に俊君に叩き取ってます。お客さんはどういうこと？だったらもうできた。皆さんが昔の戦ってたの？あの時はすごいですね、盛んなっちゃった。文化持つか。本当練習嫌いだった。嫌いではないですよ。練習嫌いはもうなって。いや、そんなことじゃない。コメント欄になっちゃいます。慣れない。俺多分体力持たないから20秒ぐらいしか。20秒で9分ぐらい。頑張ろう。俺どのぐらいでやっていいの？普通のスパーリングでやっていいんですか？10秒前。
します。3、2、1、スタート。優しすぎるね。ちょっとまだね、ちょっとビビりながらやってるよね。そうですね。パンチはね、打撃が怖くてね。あ、持ってないで、はい。パワーは絶対こんなにいいかったしなって、はい。やっぱまあまあボクシングじゃないけど、軽くもう接近戦でしないと、はい、これ調子に取れないから。はい。じゃあ瞬間マスボス。どこからですか。前マスだから、はい。あんまり距離取らずに、はい、5割くらいの力で、はい、こう。まずビビらずに、はい、厚でいいから、はい、スープはガードしながら軽く合わせる。はい、スタート。はい、お願いします。何チャンネル？あ、樋口武博っていう名前。樋口武博チャンネルで特訓をちょっとやる。ついてこれるの？頑張ります。はい。まず樋口さんと頑張りました。はい。概要欄も貼ってきますので、これから中国のトレーニング。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。また見てください。よろしくお願いします。登録お願いします。よろしくお願いします。
ス戦う時にあるけど腹筋力入れながら戦ってる。やるし。もう考えてなかった。だから聞いちゃうんだよね。じゃあとりあえず寝てみて。あ、本当そうです。じゃあ足伸ばして。20回止めよう。あ、そういうこと。すで。はい、わかりました。はい。大丈夫です。これも呼吸法があって、腹に力入れながらこう喋れるような感じ。はい。よ。はい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 。はそう、さっき ボクサーは効かないけど、こう、ここに集中させて、ドボンってなっちゃう。こんな軽いパンチでも、タブチャンネルを立ち上げようと思います。一応、ステージ4って言われて、丸8年生き延びてる人間なんで、多少はなんかアドバイスができると思うんで、まあそういった、ね、相談とか、自分がやった治療法とか、ちょっとこれからはそっちのチャンネルで流していきたいと思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。で、これはね、本当に収益につながったら、その収益の一部を寄付しようと思います。まだ寄付する団体とか決めてないんですけど、ね、サブチャンネルを立ち上げる決意と、その報告をさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。